雨の音。いや、違う。ストームだ。ストームがやってくる。なんだ？船酔いか？きちんと目をかっぴらいて、意識を保て！この金魚のふんだもめ！ただいま正午12時、アップル号から送るラジオロックンロールに招かざる乗客がやってきた。この大海賊レグルス様が、ここ数日に及ぶあんたらのストーカー行為に対して、正式に取り調べをさせてもらう。これから起こるロックな日々を楽しみにするがいい。さあ、ラジオを聴いている同胞たちよ、あたしと一緒にカウントダウンしよう。3、2、1、 Say your name。 イギリス政府の手先どもめ。 Say your name。 マヌス・ベンデッタの強盗どもめ。音楽現金？挑戦略奪？そのせいで私ら口を閉ざされ、この大海原でさまようことに。だが、人々の自由に対する渇望は誰にも止められない！うえ！なんだなんだ？背後に現れた巨大な漆黒の船が砲弾を撃ってきたようですぞ。リッチに血管が浮いた銃砲？なんだあの、何の冗談だよ。私はただ曲を流しただけだぞ。船長、あれはマヌス・ベンデッタの紋章かと。マヌス・ベンデッタ、あの恐ろしい、もしかして例のものを狙って。分かったぞ。あんたらのお仲間が来たぞ。自分がまだ捕虜だということを忘れるな。今すぐあいつらに攻撃をやっ。船長、船が沈んでおります。捨てる覚悟をお決めく。そんな。ここにあるレコードはどれもレア物なんだから。ねえ、なんとか言え。私たちは奴らの仲間ではないわ。俺たちは財団の調査員なんだ。あなたの勘違いで囚われた。嘘。乗員全員。レグルスの船が沈んだわ。沖に上がった。よかった。全員無事で。カースピタ、奴らがまだ追ってきてる。このままでは。すみません、タイムキーパー。気分は、いかがですか？ここはチェルシーの反対側にあるバタシーパークです。私の判断で支援要請を送り、あなた様をここまで呼び寄せました。ですが、慌てていたために術が万全ではなくて、実は一刻も予断を許さない状況。どうぞ。おととい、レグルスの情報登録をしようとしたところ、激しく抵抗された上に、さらにまずいことに、その彼女は今度はマヌス・ベンデッタにもすぐに仲間を救い出して、ストームが訪れる前に任務を完了し、研究センターに戻らねばなりません。私は君たちとは違って、アルカナムの戦闘訓練を受けていない。そうでしょう、私のクラスメートさん。ですが問題ありません。
あなた様が自ら戦場に立つ必要はありません。あなた様はただ指示を出してくれるだけでいいのです。アルカナムの能力もあなた様以上に悟い人はいません。ストームまで24時間を切った場合はあなた様に助けを求めてもいいと聞きました。派遣任務緊急時の対処法に書いてありました。随分細かく読んだようだね。安心して、敵の方位から突破するのを手伝うよ。あと50分か。急がないと。これを使えば一瞬で向こう岸まで移動することができます。これは？これはテレポートの術を込めた携帯式ディスクです。あなた様をここに実はまだ試作段階で不安定なんです。レディー Z から3枚だけいただきました。ですが順調にいけば時間を大幅に節約できます。心の中で目的地の地名を唱えると同時にサインを施すとテレポートを発動できます。多すぎるわ。これ以上逃げ道が塞がれた。突破できるかどうか。私たちストームまでにも。シュガーシュガー、5年分の貯金が。それに昨日買ったばかりのテープステーコードで手が塞がってなかったらお前らだって。何すんだよ。私のレコードが、私のピート・ウィンド・ミルが、私のジョン・サンダー・フィンガーズ・ライブが。お前ら覚悟しろよ。船長、後ろ。見つけた。一時の方向から敵が襲来。アスコルタ、カピーレ、デガーレ、フェルドナーレ、エーデス・ビト・セーラ。あんた誰？この呪文はもしかして。隊長だ。よかった、隊長が来てくれたぞ。隊長、敵の奇襲を予測できるなんて。私は何もしていないです。すべてレポートの最中に敵の行動を予測するなんて、以前よりもさらに。あなたがあのタイムキー、あなたが現れたということは。ええ、あと45分でね。ストームが訪れるまでに全力で君さ、みんな脱出の準備を。レグルス、君も一緒に。はあ、まあ助けてくれたお礼に。ソネット、頼んだよ。突破口は私たちの後ろにあるキングスロードに通じ。平和よ、どうか我らと共に。タイムキーパー、敵襲です。私たちを導いてください。アルカナムの基本ルールと戦闘方法についてもう一度説明させていただきます。スペルはすべてここに生成されます。スペルをタップし選択すると対応するアルカナムが召喚できます。刃のスペルを長押しでアルカナムの詳細が確認できます。もう一度タップして、ここに私たちの行動回数が表示されています。スペルを選ぶと回数が消費され、選択が完了するとスペルが発動します。タイムキーパー、チャンスです。レイニョス・レイノイン・セイケイリン・ピーと。ライトオン。私のバッグに触んな。
スペル変化の準備が整いました。ご覧ください、スペルの上にランクが表示されています。適切なスペルをタップし、その両脇にある同じスペルを隣り合わせにするとランクが上がります。あなたを信じます。スペルを発動するときです。タイムキーパー、スタートミーオン。 So long is this and this gives power to be ロッロッロッチェンジザワールド。やりました、無事敵の包囲を抜けられました。勇気ある決断に感謝します。タイムキッ、ここまで来れば。隊長、テレポートのディスクはまだ残ってます。あと1枚残っているわ。レグルス、あ、行くってどこに？安心してください、私たちは聖パブロフ財団の調査員です。無許可でアルカナムを使用することは公共区域安全法に反し、私たちと共に研究、一刻も早く。それってまあいいや、一緒に行ってもいいけど。もちろん。か、うわぁ、ほんと強大なアルカナムを記録できるディスクか。ここが術を発動するところか。ええ、確かあなたも工学マニア。大変、みんなしゃがんで。待ち伏せされたわ。気をつけて、さっきの信者じゃない。行く手を、マヌス・ベンデッタは長い間動きを見せて、ひとまず彼らを倒そう。ソネット、平和よ、どうか我らと共に。タイムキーパー、もう一歩進んだ戦略が必要です。よく、やってみましょう。素晴らしい、あなたには才能がありますね。私は知っています、行動回数は非常に重要です。スペルの移動にも回数が消費されます。状況に応じてスペルを構築し戦略を立てる、それがあなたの役目であり、ジジ、これで敵に立ち向かう準備ができました。エブリワン、プチョヘンズ発射。今に最もふさわしい詩を選んでくれました。レイドリンピーと、ロブ&ピース、ロブ&ピース、なんとか巻いたようで、これ以上邪魔され、レグルス、ディスクをこちらに。あら、レグルスは先ほど混乱に乗じてジュースを発動させ、どこかへ。よほど慌てていたみたい、大切なものを。こうなったら徒歩で帰還するしかない。このままでは時間内に戻れなくなります。ストームが調査員の資格を剥奪されてしまいます。あなたたちは先二手に分かれましょう。あなたたちは在ネグルスの情報登録ができたとして、その後もちろん感謝を込めてお見送りしと。君まだストームを見たことないでしょ。私にはまだその資格はありません。
レグルスが現れる場所や身辺調査は済んでいるの？はい、彼女はウエストエンドを拠点に活動しており、カーナビ以前はよくキングリーコートでレコードを収集していた。そういえばレグルスは光を変化させるアルカナムを用いるの？わかった。あなた様もご一緒してくれるのですか？うん、ちょうどキングリーコート。スクープ、大スクープだよ。名犬ピクルスの物語が間もなく上映されるよ。勝利の女神。名犬ピクルスって何か。どいたどいた。トミ、あの子今日も来てないの？だったらこのバイク。し、少しくらいいたわってやれ。あの子の船が。それってアップル。あんた、彼女の友達。それは静かに。偵察員にバレたら大変だからな。本当にありがとう。真面目なやつだな。礼なんていいよ。ほら、トップ記事が2面ともいいニュースなんてめったにないことだぞ。一部ください。ソネット、君は外の世界が。いえ、ただ少し興味があるだけです。タイムキーパー、あれを。黒糖入りアールグレイをもう一杯くださいな。あれはきっと姿を消すアルカナムなのでしょう。今アムヒンランベクサイトメンディプーネンビルダー。うわ、誰だ私のティータイムを。ネグルス、服従か拒絶か。あんたら財団は結局は各国の政府と連携して情報登録なんかしたら、この大海賊レグルスなのお断りだね。平和が我らと共にあります。平和よ、どうか我らと共に。これで私のアルカナムを破った。今度はしくじらないぞ。ならば他の方法を使う。私を導いてください。刃のように。先輩カーローミーとコステールもコーレ。うわっ、いったでもそんくらいじゃこの私は捕まえらんないよ。耳の穴をかっぽじって。まだ踊ってないやついる？発射！心配しないで、タイムキーパー。目視ポイントが十分に溜まりました。より高みが見え、より遠くの音が聞こえます。最も強力なスペル、アルティメットを。どうか私から目を離さないで。私の栄翔を、アルティメットの召喚。まだ見ぬ世界を、このペン。それ、すごく危なそうだけど。ちゃんと加減しますから、ご安心ください。タイム。Each moment, now might. うわあ、だ、いって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 。私。まだ本気を出している。腕が。少し様子がおかしい。
これはミスティバブルだ。使い方は知っているね。はあ？君の助けが必要なんだ。だから逃げるのを手伝うよ。オックスフォードストリートの書店で会おう。ほら、わっ。タイムキーパー。私のミスです。ミスティーバブルの範囲はそれほど広くありません。きっとまだこのソネット、ストームが間もなく落とす。早く戻らないと。少なくともこの先の、うわっ、脅かすなよ。そうだね、改良していないミスティバブルは独特な匂いを放つ。何が目的だ。安心して、君を財団に連れていくつもりはない。レグルス、君には私と共にストームを乗り越えてほしい。ストーム？ちっ、そね。タイムキーパー。ごめん、それは、私が。タイムキーパー、ストームまで10分だ。もう戻らねばなります。ご協力に感謝します、タイムキーパー。オメガ、逆行してる。どうしてみんな何の反応もないんだ。こんな不可思議な。君にこの不可思議な現象が見えるのならば、君は間違った。どうして私を。さては、なんでだよ。例のものはもう私のところにはないのに。いい加減にして。ストームが音、この世界をしっかり見届けて。何これ。私は彼らとは違う。私は君を守りに来た。私、ここは一体。安心して、ただ時代が一つ消えただけ。君は生き残ったんだ。君はストームを乗り越えた。つまり私の。実験ってなんだよ。それに。落ち着いて、レグルス、説明してあげ。私と一緒に唱え。ネヒルネルデエンヒンボナノクトン。手を道、スーツケースの。目を閉じて、私に続いて、この道に。暗すぎて何も。一体どこ。ここは最も安全なシェルター、ストームにおける箱舟とも言えるかな。追ってもここまでは来れない。ゆっくりお話しするのに
持ってこ、これは、巨大な石像に、SF 装置。改めて自己紹介させてほしい。私は君を連行に来たあの調査員たちと同じ、聖パブロフ財団の者。財団は、私はタイムキーパー。外の世界の時間を記録するのが役目なんだ。正確に言えば、時代の誕生と消滅を記録するものかな。ってことは、この写真はすべて。うわ、こいつルイスでしょ。知ってるぞ。ええ、それは数日前に撮ったもの。あの日、彼はウエストエンドでアップライト型掃除機を売っていた。なぜこいつの写真を？こいつは今。彼女はシングルマザーのマリオン・スミス。週末のお昼の献立に悩んでいたけど、それでも執筆の手を止める。夜中2時のファーストフード店で出会ったよ。南極大陸横断を貫く。こちらはジュリー。私を家に招待してくれたんだ。彼はその年に FIFA 最優秀選手賞に選ばれたんだ。南極大陸横断。これらは遠い遠い未来の出来事だからね。一番遠いのだと1999年。私たちの時代は逆行しているんだ、レグルス。1999年末のミレニアムカウントダウンから80年代の超新星爆発、そして世界初の家庭用ビデオレコーダー誕生へと、60年代に来て君に会うまでに。時代か。なら、この写真に写ってる奴らは、今は？あのストームで。おそらく、あれから彼らに会うことは、かつて君に会うまで、数々ある日不意に、私のスーツケースがストームの影響を受けないことに気づいたんだ。これはそこで試しに、新聞、キノコ、魔性のワパルージーをすべてこのケースに入れてみた。そして、けど、これは普通の人間には効果がなかったんだ。ただ時代を記録して、財団の望み通り、何事にも情をか、なら、どうし、私たちには世界の異変が見えるから、ではないでしょうか。ストーム直前のあの光景は、この多分ね、レグルス。君はいつだったか後悔していた時に、ラジオ放送で、あの時はまだ月始めで、満月なんて見えるはずもなかった。本当の月は西側にあったんだ。つまりこの世界に、私と、もう一度これで最後だと。うわ！今度はなんだよ！大変。私たちのスーツケースが誰かに見つかった。魔性か、それとも通りすがりの人か。ごめん、少し離れるよ。おい、あんたがこんなことしてるって。これは私の意思だから。君がソネットに連れて行かれて、その後ストームに消されるのを黙って見ているわけにはいかない。それに、真実をね。そうか。アップル、そいつを援護してやる。私はちょっと。頭を、なんせあまりにとんでもない内容。ごきげんよう、ミズ。私めはこちらに。それ、私のもの。嫌だね、触んな。バーカバーカ。
海賊の私ですら少々驚きました。子供が…うわ、気持ち悪い。異神道、随分と冷たい時代に。このままだとあの中にいるレグルスが粉々になるの。ミスターアップル、承知しました。このアップルめが直々に。いない。同意見ですぞ。お気をつけ。気をつけたまえ、若者よ。大賛成ですぞ。はっ。気をつけたまえ、若者。なーに、無重力状態はほんの一瞬だよ。星は太陽へと落ちる。知恵と力、より大切なのはどちらかな。今度は受動に隠した。きっと40年前のアルカニストは随分境遇が悪かったようですな。人間、君たちのサブカルチャー運動によって確かに一部のアルカニストだ。ミスターアップル、スーツケースが完全に。あと30分ほどですな。先にお戻りください。船長がお楽しみを探し始めないか、この、おふん。要するに、暇つぶしに何かしでかさないか、懸念しておるのですよ。レグルス？電気すらついていない。レグルス？レコーダー、私のレコード返して。あ、なんだか様子がおかしい。早く彼女をつ…レグルス、見つからない。霧もだんだん。
この糸、立体感がない。実感、この光景、どこかで。触れそうで、ひんやりと波紋は揺らめく糸の。え、タイムキーパー、やった。ここはどこです？もしかしてアルカナムナンバー000-2626？ いいえ、少し違うわ。ソネット、どうして、まさか私が。レグルス、本当にあなた様の元にいたのですね。レディー Z がそう。え、レグルスは、うん、私も少しクラクラ。みんな気絶して一体何が起きているんだろう。後でもう一度調査す。チームメンバーのためにも、さらに準備しておかないと。こんにちは。今日のシャツは、あなたの瞳によく似合っていますね。
球が太陽に背を向けるとき、人はそれを夜と呼ぶ。こんにちは、タイムキーパー。以前からあなたのことは耳にしてたわ。この訪問がご迷惑にならなければいい。まさかソネットも。地球が太陽に背を向けるとき、人はそれを夜と呼ぶ。実際には何一つ変わっていない。地球が太陽に背を向けるとき、人はそれを。
ワールド。ハロー、ハロー、ここですよ。宇宙から。俺様を迎えることを特別に許可してやろう。ただし、一番柔らかいブラシ。ポテトフライ?ハンバーガー?それともアップルマティーニにしますか?クラブイベントはもうすぐ始まりますよ。ちゃんと座って待っててくださいね。お茶目なお客さん。ごきげんよう、ミズ。会えて嬉しいわ、我が学友。ロンドン大気浄化事務局より参りました、オリバー・フックです。これはこれは、以前村でお利口をやっとったニック・ボトムっちゅうもん。コンコン、失礼します。オーディション会場ってここで合ってますか？セザンヌの果物カゴのある生物か。ミズ・ベルティ、お二人ですが、ミズ・ソネットが目覚めるや否や船長。すぐ行く。起きたの?調子は?タイムキーパー、レグルスを捕まえ、いえ、彼女の信頼を得たと、研究センターに戻った際、レグルスが財団に加入して、そのため、あなた様を探して、まさか直接召喚されるなんて。もし今度お時間がございましたら、ぜひともその術の呪文を教えて、レグルス、改めまして、よろしくお願いします。ですがその前に、財団と計算家 S 級のアルカナム人材に評価されたあなたには、最高、階段になんて誰が行くか。バーカ、この私が誰か。ベルティが言ってた施設はストームの影響を受けず、自由にアルカナムを使用できる上に365日無料でドクター。そうですぞ、失礼ながら口を挟ませていただきますが、違います。あそこは私とタイムキーパーが育った場所です。私たちのようタイムキーパー、黙って見ていないで。ミズ・ソネットでも、こうして見ると財団私の落ち度です。レグルス、アップル、聞いてほしい。ドクター・コショーンについては
ソネットが何とかしてくれると思う。必ずや関連部署に話を通しましょ。まあいいや。360手続きってすぐ済むんだろうな。私はまだ。ごめん。どうやら財団はあなたを完全には信用し、あなたは彼らに内緒で勝手な行動をし、差し支えなければ財団について詳しくお聞かせ願えますか。財団は今のところ全ての施設の中でアルカニストに最高の待遇を、財団は数年に一度世界各地孤児院や少年院、さらには刑務所にだって出向く。私もそうだった。物心ついた頃、1999年、私は、母を見、あんた、おふく、わからない。私たちはみんな、1999年に関する記憶がうやむやで、彼らは母と私の名を叫んでいた。それ以外の記憶はない。前にも言ったように、施設に敵意があるわけではない。先ほどの承諾は、その場しのぎだってわかっている。ちっ、いい、考えてみろよ。あいつらがあんたの行方を追跡できるのなら、見つかるたびに全員逃が、それって。当然、このままこそこそ逃げたら、それこそ弱虫、それにわかったんだ。ストームが存在する限り、どこに行っても逆光から逃れられないのなら、それに最高の研究者楽しみだぜ。わかりました。そういうことでしたら、私は船長の意思を尊重し、もともと財団と敵対関係にあるわけではない。ねえ、なんかいいって。私としては、じゃあ手続きが済んだら早めに戻ってきてね。そうですぞ。私たち昨日、アップル、お前、大切なものを預かってほしいんだ。む、うん、このアップルめにおて、すみません、タイムキーパー、少しよろしいですか。まさかあなたのスーツケースにこんな空間が。そうですね、ここに招き、私昇進したんです。あなたの第一助手に任命されました。合わせてあなたの職務も増えました。今後はストーム並びにマヌスベン、ということは外の世界は、私タイムキーパーとして常にこのような秘密を背負って、報告はありがとう。ところで、こちらを。最新の歴史情報によると、2月14日、シカゴにて、人間のギャング団が地下ガレージに到着する前に、アルカニストを。この件は、私たち財団の思想には反しませんよね。確かに、これまで私たちに、より多くのアルカニストを。わかった。ベンデッタの勢力は日に日に強くなっている。それを、ところで、ソネット、みかん食べた。いえ、食べていませんが、それに、気のせいかな。この声は、レグルス？で、私らのスーツケースが、魔性、ミズ・ベルティ、見ろ、私たちのスーツケースが魔性の目に止まったようです。船長、今助けに行く。平和よ、
ースがあいつらの巣になっちゃうよ。魔性がこんなに。タイムキーパー、授業で教官が言っていたことを覚えていますか？本源は世界を捉える方法。岩、木、星、獣を観察し、霊感と英知を感じ取る中で、私たちを。適切なターゲットを教えてください。相性が有利なスペルを使えば一撃で敵を制することができます。お願いしますね、タイムキーパー。あなたを信じます。気をつけたまえ、若者よ。お気をつけ。大賛成ですぞ。一日一個のリンゴで医者いらず。気をつけたまえ、若者よ。なーに、無重力状態はほんの一瞬だよ。木から落ちるリンゴのように、星は太陽へと落ちる。知恵と力、より大切なのはどちらかな。ここも隠し場所として安全ではないよ。もう出かけないと。レグル。あ？心配すんなって。ソネットがディスクを一枚くれたんだ。わかったって。そんじゃ、このただ旅行を目いっぱい私たちも行きましょう。目的地はリンキンパークストリート。2122番に、あの。寒いですね。そうですか？至って平穏だと思いますが、情報によると、事件発生までとなると、入り口から壁までの距離と、念のために、ここにもマーク。今描いているのは、もしや、かつての被害者たち。ええ。実際の距離まで正確な比率で再現させました。
これでいち早く人命に関わることは特に慎重に遂行。いえ大丈夫、彼らが知ることはない。し、誰かが来ましたぞ。ここをうろつかせるわけにはいきません。危険すぎます。マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。命令するの。タイムキーパー、酔っ払いが来ます。指示を。やり方は分かってるわよ。命令するの。ちゃんと見てなさい。当然。同意見よ。ちゃんと見てなさい。はあ、素晴らしい。見える、はっきりと見える。命令するの。運命から逃れられないわ。ビバラフラン、ビバラマチルダ。彼らの様子は？皮膚損傷5ミリ未満。今のところ内臓や心臓に異常はありません。以上から見るに、しばらくは目を覚まさないはず。ひとまずもう時間がない。早く隠れ。ミス、そやつらのポケットから鴻上戦か一服。鴻上戦かは確かアルカナム学会の間で。もしかしたら。ここは1929年。だからこそなおさらこの大虐殺を阻止せねばなりません。事件発生までまだ30分。これは銃声。やられた。行く。
ジェームズ・クラーク。ピーター・グーゼンバーグ。フランク・グーゼンバーグ。やめなさい！どうして彼らを殺めるのですか？ん？どうしてって、この人たちも、あんたたちも、このために来たんじゃなくて？さてと次の方は？ああ！なぜ当たらないんだ！なぜ！タイムキーパー！あの銃にはお気をつけください。どうやら。マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。セントサプライズ。あなたらが魂をなななやり方は分かってるわよ。命令するな。当然見える、はっきりと見える。当然運命か、逃れられないわ。ビバラフラン、ビバラマチルダ。あらまあ、最後の陣。もう大丈夫ですよ。お前らもアルカニス。そんな。頸動脈を貫通しています。残念。アルカニストのような汚れたもんけど、命は貴重な。やめなさい。君の後ろで気絶しているのは本来の被害者たちでしょう。彼らをマヌス・ベンデッタに連れて。あんた、お隣にいる生真面目なおばさん、見た目も悪くない。その髪の毛も。質問に答えて。怖い。今回はたまたま獲物が同じだっただけよ。こうしてみると、あたいたちの運命ってもしかして、7人とも亡くなっています。あなたがどれだけ人類、人類をに、なら聞くけど、この大虐殺人。生まれながら持つ異端の力は。旦那の言う通りだわ。アルカニ、自分が生きられればね。あの光は、アルカナム、大変。あんたのこと、これ、代わりにアダムを始末してくれたお礼よ。株式贈与契約。なんて汚らわしいものを。ご安心を。待って、この契約書の調印に住所が入っている。ポソネット、今すぐ本部に本件。わかりました。
次の目的地に向かうザ・ウォールデン。そこに行けば、すべての謎が解く。雲は天気の予測に使用たるや。ウォッフル。ああ、失礼。ただの己に対する小さな戒めだよ。ここに来て。こんにちは。今日のシャツはあなたの瞳によく似合っていますね。いらっしゃい。そんなに慌てて、何か重要な用件があるんでしょ？
前には必ずノックをしなさい。はい、外に出てやり直し。いらっしゃい。こんにちは。入る前には必ず、こんにちは。いらっしゃい。入る前には必ず、いらっしゃい。そんなに、こんにちは。入る前には必ずノックをしなさい。はい、外に出てや、いらっしゃい。そんなに慌てて、何か重要な要件があるんでしょ？地球が太陽に背を向けるとき、人は…何かお探しかな？私は…お役に立てなそうですな。地球が太陽に背を向けるとき、人はそれを夜と呼ぶ。実際には、あなたがここに？待てよ。ってことはまさか、それとも。いらっしゃい。そんなに慌てて、何か重要な要件があるんでしょ？こんにちは。入る前には必ずノックをしなさい。はい。地球が太陽に背を向けるとき、人はそれを夜と呼ぶ。実際に、thank you.
ちの盛り合わせはいかがですか？どういくんですか？綺麗な虹ですな。先輩カーレミとコステールもこう。ガオーガオー。あなたたちのために祈りを捧げます。安ら。お嬢様が当店にいらしてくださるなんて、あなた様のおかげで禁酒法が発布される前に相応のポーション、ええ、全て順調です。人々を信じる。確かに裏表こそ人の常ですが、人ご安心ください。必ずやお嬢、いい天気だ。人々にとって忘れがたきストームを。2月5日のザ・ニューヨークに載っていたルイス・ストロングの記事、彼らは史上最高のジャズバンドよ。さあさあ、サザビー様、わかりました。イギリスにいらっしゃる旦那様から外出許可が。うひょうひょ、ジーヤ、それに今回は遊びに行くわ。はいはい、新しく調合した栄養。それじゃお嬢様、そちらではありません。ボディーガードなんか。立ち振る舞いにお気をつけく。あのバー周辺の森はとてもとにかく、バーに入ったいいですか。干渉する分には構いませんが、あん、お嬢様。わかりましたわ。この森、植物はすべて朽ち、何の生気。どうやらかつ、やむを。ところでソネット、火災に。いえ、そう、あれは20世紀初期、その一件で亡くなった人々は、彼らは通りがかった人にこっそりついていく。あの、すみませんが、よく聞こえなくて、枯葉を踏む音が大きすぎるか。確かに先ほどからずっと。あれ、ミスターアップル。その生命体の群れだ。盛り合わせはいかがですか？
どういけよ。受けたまわります、ベアパンチ。はあ、素晴らしい。オーダービール、すぐに発します。えい、やっとオーダービール、すぐに発します。報いを受けるとして来たわ。サプライズ。最悪。ベアパン、受けたまわりました。やり方は分かってるわよ。オーダービール、すぐに発します。どういけよ。命令するな。ふむ、選択肢の一つね。どういけよ。みんな、私の後ろへ。ふむ、選択肢の一つね。やり方は分かってるわよ。とっとと。うわあ、血を浴びし魔の歯無敵よ。満腹になる準備はできます。うん、魔の歯ですよ。あなたも赤はお好きかしら。はっきりと見えるわ。ベアパンチ。目を閉じて、すぐに終わるわ。運命か、逃れられないわ。ガオーガオどういけよ。ふむ、選択肢の一つね。やり方は分かってるわよ。はあ、素晴らしい。驚いた。バトルそのものに意味などないわ。戦利品は別だけど。いない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 。あなたを信じます。連力霊の異変性リンピーナ。大賛成ですぞ。お気をつけ。知恵と力、より大切なのはど。
数が多すぎる。これ以上はそう長く。魔性たちがあの木の根元から絶え間なく現れ。また来た。どう意見よ。受けたまわりました。ベアパンチ。はあ、素晴らしい。オーダービール、すぐに移動します。ガオーガオー。受けたまわりました。選択肢の一つね。同意見よ。オーダービール、すぐに移動します。痛みはないわ。真実違うは浮き立つことになるわ。ベアパンチ。選択肢の一つね。やり方は分かってるわよ。ドリンクお持ちしました。はあ、素晴らしい。報いを受けるとして来たわ。あ、マナー違反ですよ。あなたも赤はお好きかしら。受けたまわりました。ふむ、選択肢の目を閉じて。すぐに終わるわ。サプライタイムキーパー、私が地図に、私の計算ではあそこが森の端に最も近い。1分後、あなた方とは正反対の方向に敵を引きつけ。ミス・ソネット、圧倒的な数の敵を前でも安心してください。相手が亡霊でなければ、いえ、たとえ亡霊だったと必ずあなた方と合流しますので。行こうミスター。平和が我らと共にありますように。奴らが全員こちらに向かってきますこれでいい。私たちが引きつける側になっただけのこと。一人でもこの森を抜けることができれば、丘を登る猶予はない。ミスターアップル、まだ戦えますか。たかがリンゴが。こんなこと言うのもなんですが、さ、ミズベルティ、危ない。失礼。それこちらによこしてくださるかしら。どうやらあなたの懐に落としてしまったみたい。私はこの森の主。ど、ありがとう。裸足のまま大地を踏むのも構わないの。直接触れるのは好きではないの。そのぶしつけな魔性の侵入者たちにね。100を超える敵を一撃で。あのワンドの、いや、かなり古いアルカナムですな。きっと彼女はヨーロッパのアルカナムと何か。アルカニストの客人は随分久しいわ。侵入者を追い払ってくれてありがとう。森に佇むささやかな予言がごとく。侵入者よ、私たちも手伝うよ。
茨で編んだガウンを傷口を煮えとして捧げなさい。どう行けよ。みんな、私の後ろへ。はあ、素晴らしい。とっとっと。うわあ。満腹になる準備はできてますか？命令するの。ベアパンチ。えい、やっと。もう安心です。悪い人は逃げました。準備ができたよね。元気元気元気、みんな元気。私だけ、彼女は。こんにちは。受けたまわりました。ベアパンチ。どういけよ。血が湧き立つことになるわ。ガオーガオー。ドリンクお持ちしました。チクな。受けたまわりました。ベアパンチ。えい、やっと。オーダービール、すぐに。うむ、選択肢の一つも。お持ちしました。驚いた。みんな、私の後ろへ。どう行けよ。やり方は分かってるわよ。とっとっと。わサプライ。満腹になる準備はできてますか？バトルそのものに意味などないわ。戦利品。どうか我らと共に。刃のように。大賛成ですぞ。レイニュス・レイノイ・センスエリン・ピン。お気をつけ。あなたを信じます。先輩カーレリンとコステールもこう。
まだ見ぬ世界をこのペン先に。 Each moment, now night。知恵と力、より大切なのはどちらかな。これで助けてくれてありがとう、ミスドル。森の奥へ進むなんて。あのオレンジ色、あの子なら麻酔を撒いた後、この森は全ての来訪者の行く。あなたのお友達は、北西の出口は、あなたたち、そう。各地の優れたアルカニストを招集して行う周期と、いつも通りステージバトルに加え、そのいい知らせとは、申し訳ないけど、そうね。そんなにし、この集会は地下バーで行われる闇集会よ。歌舞伎、このバーは、私は、もともと歌舞伎。そう。まさか無一文でここまで。1929年。今や人々はほとんど現金で取引することはないわ。新時代の都市は急速に拡大していき。マセーラですら。このアップルメの記憶にある歴史とは、これは5万ドルの株式贈与契約書よ。それ君は行かないの？お気遣いありがとう。はじめまして。私はあなた様の取引仲買人です。当贈与申請、日頃よりブルーチップをご利用い、本日は不動産投資が注目を集めており、不要ですよ。この道をまっすぐ進んだ先にある3本のヒノキが森林。そうだわ、バーのオーナーに会ったら。私、ニューソティスの旦那。シュナイダー、彼らを無事連れて。アルカニスト7、全員ヴェンデッタの競技にとても興味があるそうよ。任務を完璧に終えた。目撃者を数名生かしたようだ。あれれ、確か、それとも、あんたたちに、いくらあたいが南側のマフィア出身。もちろん、ヴェンデッタは特別な存在には例外を設ける。ええ、引き続き。もし、技師のミス・マリアン、何せあなたは、グレコ家の幼女に過ぎないの。何はともあれ、十数年生活をと、マリアンのことを気に、けど確か。ママ、すぐに荷物をまとめて、今夜ここ。